室圭さんって聞き方どう思う？あの人かわいそうだよね。大学に行くお金をその知り合いに出してもらったっていうのはあるかもしれないけどさ、でも所詮さ親のごたごたのせいでさ、その自分の人生をさ、なんかあのメディアに追われたりとかさ、なんかせっかく付き合ってたのになんか別れさせられたりとかさ、なんかなんだろうね、母親があんまりよろしくない人であるっていうのは確かに同意なんだけど、でもそれとさ息子って違う問題だと思うんだよね。でもなんか日本って親と息子を結構ごっちゃにしちゃうので、そういう意味ではかわいそうだなと僕は思ってます。マッコさんとコムの結婚会見を見ましたが、一連の疑惑は週刊誌の嘘で国民が騙されている、私の指示でコムが動いているなどいろいろ衝撃的でした。マッコさんはコムに洗脳されてる、それとも黒幕で化けの皮を張れた、ひろきさんはどう思いますか？嘘つかないと思いますよ。普通にマコさんがもうその皇族続けるの嫌だって言ってて、でその状態から助けてあげられる人が小室圭さんしかいなかったっていうのは、まあ、本当にそういうことなんだと思いますよ。でそのマコさんがあのアメリカで生活基盤を作るために日本でもともとその三菱銀行、あの三菱 UFJ に受かってたけど、じゃあパラリーガルやるわって言ってパラリーガルやりながらアメリカ行って、そのあのアメリカの弁護士資格を取ったっていう割と頑張った人だと思うので、あすげえな、よくやってるなっていう風に僕はずっと思い続けてるので、なのであの週刊誌が売れるために嘘ついてるっていうのと、そもそも その元婚約者って言ってる人が代理人を週刊誌の記者にしてる時点でそっちの人の方がおかしいと思うんですよね。まともに問題を解決しようとしてる人って基本的に代理人で弁護士を指定するんですよ。で弁護士以外を指定する人ってあの大体ヤクザとか頭のおかしな人なんですよね。でまあそのお金がないから弁護士に頼めませんっていうので、その親戚ですとか知り合いですとかっていうのを頼むならまだわかるんですけど、週刊誌の記者ですよ。問題を解決するためには内々に解決して世の中の人には知らせないで解決するっていう手段もあるんですけど、週刊誌の記者って問題を大きくして記事を売って金もらってる人じゃないですか。問題を大きくすることが仕事の人を代理にするっていう時点でもうどうかなと思うんですよね。なので微妙なんじゃないかなと思いますけど、はい。小室圭さんこの先どうなると思いますか？お母さんはこのまま息子任せ。小室圭さんがその28ページにわたる文章を書いて出したんですよね。真子さんの婚約者の小室圭さんが親が金借りてる借り地代云々みたいなのでバタバタしていて、でなんかニューヨークの法律事務所かなんかでこう働いてるらしいんですけど、で結果としてなんか世論的にいかがなものかっていうところで、であれはそのお金を借りたわけではなくて、なんかそのまあ支援をしてくれるっていう人がいたから支援してもらったんですよっていうので、でそれをお金を払っちゃうと、それをお金を借りたというのを認めることになってしまうので、あのお金を払うわけにはいかなかったっていうのを28ページにわたる長い文章だったんですよ。で僕その NHK のサイトで見たんですけど、その注があの注意書きみたいなのがなんか十何個もあって、でその資料っていうのが多分元の文章だと添付されてるんだと思うんですけど、その元の資料は見れてないので、その注で書かれたところのあの資料がどういうものかちょっとわかんないんですけど、とはいえあの28ページ全部読んだ人って多分日本人の中に小室圭さんの話題にした人の中の 1% もいないと思うんですよ。その小室圭さん文章を出したよねみたいなのってニュースも含めて多分日本中1000万人以上それを話題として認識したと思うんですけど、じゃああの28ページ読んだかっていうとほぼ読まないわけじゃないですか。だからあのもう出し方も間違えてるし文章も間違えてると思うんですよね。あれを読んだ限り、じゃあなんでそのお金を渡さないような形にしたかっていうと、そのいろんな弁護士さんに相談した結果、借りたわけでもないのにお金を渡すっていうのにやっちゃうとお金を借りたというのを認めることになるから、それをやってはいけないっていうのが弁護士さんの相談した結果を真に受けたんですよね。で弁護士さんってあの裁判になった時に負けないためのアドバイスをしてくれるんですよ。なのでもしその裁判になって金返せって言われた時に一部でも払ってると、ほら金借りてたっていうのを認識してたんじゃないかって言われちゃうと。でただ今回のその真子様と結婚を大衆がどう思うかって裁判じゃないので、相談する相手が弁護士っていう時点で間違えてるんですよね。で結果としてその28ページの出したので、いろいろ世の中であのあんまりこう小室圭さんの意見っていうのが理解されなくて、結果として小室圭さんの弁護士さんが解決金をやっぱり払うかもみたいなことを言い出してるんですよ。そのもう28ページにわたって今まで解決金を払わなかった理由を書いといて、でその手紙を出した途端に世の中の反発があって、やっぱ解決金払いますっていう時点でもう相談した弁護士無能じゃねって気づくべきなんですけど、まあなかなかね、その
小室圭さんの周りの大人ってなんか無能ばっかり集まってんのかなっていう感じがするんですよね。もともとじゃあ小室圭さんの楽器を出してくれたって言われるその母親の元婚約者の人なんですけど、あの元婚約者の人っていうのもその代理人を指定してくるんですよ、小室圭さんとの話し合いのために。その代理人っていうのがその弁護士とかでもなくて週刊現代の記者なんですよね。メディアを代理人にしちゃったら本来交渉の場で世に出してはいけない言葉で勝手に記事に書かれちゃうじゃないですか。あの代理人としてなんで弁護士を使うかっていうと、弁護士って守秘義務っていうのがあって、基本的にはこれは秘密にしてくださいっていうものは必ず秘密にしなければならないっていう法律に縛られてる職業なんですよ。なのでその代理人としてじゃあこれは秘密の話でこれは公開しましょうみたいなのをやってくれるんですけど、そのメディアの記者ってその週刊現代から給料もらってて、で週刊現代になんか記事を書くことで儲けてる人じゃないですか。代理人として記者を指定するっていう時点で元婚約者も相当頭おかしいんですよ。なのでなんかその小室圭さんの周りってなんかまともな大人が本当にいないんだなと思いました。はい。小室圭さんはアメリカに単身渡米して結果出したにもかかわらずヤフコミや二世タレントにボコボコにされてますが、ひろゆきさんどう思いますか？その小室圭さんがまあいろいろバッシングされていますと。その小室圭さんとその眞子さんにあの結婚してほしくない派の人というのが世の中にいっぱいいるんだと思うんですよね。でも残念ながらあの二人を止めることはもうできないんですよ。いろんな難癖をつけたりとか、親がこんなことしてる人と結婚するのは良くないとか、なんかあの大学生のこれいじめをしていたとか、まあ、いろんな理由をつけてあの結婚は良くないって言ってらっしゃるメディアとか言ってらっしゃる人とかいっぱいいると思うんですけど、ただそのまあそろそろ30代かもしれないけど20代の2人がもう結婚したいと決めて進んでる限り止めることはできないんですよ。でそうするとあとは嫌がらせをして彼らがそのアメリカに行くか、そうは言っても頑張ってね幸せになってねって送り出してアメリカに行くかっていう二択なんですよ。彼らその若い子たちが結婚するって決めたんだったらもうなんか拍手して送り出せばいいんじゃねえのって僕は思うんですよね。小室さんがどうこうって話もありますけど、そのなんか文句言ってる人の中でじゃあその3年やるからアメリカ行って法律事務所就職してこいやって言ってアメリカの法科大学卒業して就職できるようなほど努力できる人って多分9割いないと思うんですよね。多分日本人でそれやれる人って 10% もいないと思うんですよ。なのでその小室さんなりのはかなり努力もしてるし結果も出してるので、あれだけちゃんと努力できる子であれば別に女の子養う、まあ、あの共働きするのかもしれないですけど、まあ、養って生活するのは別に全然できると思うので、なのでなんか2人幸せになればいいんじゃないかなと僕は思ってますけど、はい、なんかそのみんなが騒いで止められるのであれば騒ぐことに意味があるかもしれないんですけど、彼らが嫌な気持ちになるだけだと思うんですよね。今騒いでも彼らが嫌な気持ちになるし、実際なんか若い人たちが今のそのバッシングを見てなんか日本の社会って気持ち悪いよねっていう風な割合の方が高いと思うんですよね。要はあの皇族とはこうあるべきだみたいなことを言って小室さんとかをバッシングする人とかいると思うんですけど、小室さんと眞子さんってあの俺たち私たち皇族辞めますわ、全然関係ない民間人になりますわって決めたわけじゃないですか。そしたらもうその皇族システムがどうこうとかを彼らに負わせるのは良くないと思うんですよね。なんか好き好んで皇族になった人が縛られるのはしょうがないと思うんですよ。秋篠宮殿下の奥さんの紀子さんってもともと民間人ですけど、なんかもう秋篠宮で結婚するわって決めた以上はなんかいろいろ縛られて民間人とは違う制約があるのはしょうがないと思うんですよ。生まれて初めてで、その世に出た時から最初から皇族ですって言われて、もうあの基本人権とかないですからみたいな、なんか自由に行動することもできないし、じゃあずっとメディアに追いかけ回されるしっていう生活をその眞子さんとか佳子さんはしてきたわけじゃないですか。でもう私たちはこの生活嫌だと、だから民間人として出ていくっていうのは僕はその自由は手に入れていいと思うんですよね。そのまあ昔だったら日本国のために奴隷になれっていうのが正しいかもしれないですけど、今はさすがにそうなんか日本国のために奴隷になれって20代の女の子に言うような状況ではないと思うので、別にその眞子さんが民間人だったらアメリカで暮らしたいって言うんだったらもう頑張れ頑張れっていうだけでいいと思うんですよね。なのでなんかみんなで足を引っ張るそういう社会ってあんまりよろしくないんじゃないかなと僕は思ってますよ。はい。